はい、始まりました。おはようございます。今日のマグオンデニュー、本日のゲームはこちら、ロックマン5ブルースの罠です。はい、やってまいりましたね。ロックマンシリーズですよ。まあロックマン1、2、3で6、4やってきて、ね、ちょっと順番がなるべくナンバリング順にやれればと思ったけど、まあそうもいかなくてというか、まあいろいろあってですね、順番が入れ違いましたけど、ついにロックマン5の登場です。はい、そんな感じでやっていきましょう。まあクリアしたことはあるんですけどね。弱点武器分かってたっけ。いや、弱点武器はそれぞれ分かってないな。けどロックマン5はもうね、チャージショットが出て使えますからね。ロックマン4でニューロックバスターというチャージショットが出てきまして、からのロックマン5でスーパーロックバスターだったっけ、というチャージショットが使えるようになりましたので、それでほとんどいけちゃうっていうのがこのゲームの特徴でしょうか。はい、そんな感じで今日のワンコンでの1回ゲームはなるまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを体験紹介、などなどできればと思っております。さあ今日はどのぐらいの長さになるんでしょうか。ちょっとタイマーをつけておこう。例の謎の音声トラブルが出なきゃいいけどな、長くなった時に。どうでしょうね、ちょっとやってみないとわかんない。まあトゲとかね、落とし穴でちょっとハマっちゃうと割とすぐ終わっちゃうかもしれないから何とも言えないな。まあ目標は8ボス倒すとこですね。はい、よし、というわけでやっていきましょう。いやね、あと2回ですか。いきましょう。どんなのだったっけ最初。あ、この曲、そうそうそう、2000XX年。誰だお前は。青いぞ、赤くないぞ。あ、飛び散った。あ、そして各地で爆発が起こっております。大丈夫か。謎のロボット軍団による破壊活動。その先頭に真ん中に立つのは、盾を持ちマフラーをたなびかせている男、忍び寄る影。あ、そして、あ、連れ去られた。ドクターライト博士が連れ去られた。そしてこのスカーフはブルース。そうか、別に犯行声明をブルースが出してるわけじゃないのか。あ、この曲かっこいいんだよね。そうか、こういうこの曲調の感じするね。ロックマン5なんかちょっと哀愁みたいなのが漂いそうな。これももしかしてブルースが、まあ、半分主役みたいなところとかかってるのかな。よし、やっていきましょうか。これでステージのあれは出なかったよね、確かね。デモ画面みたいなのね。オープニングが、あ、うんだよね。オープニングがループするんだよね。さてどうしようかな。苦手だって分かってるのはこことここ。あ、違う、ここはそうでもない。スターマンね、強そうに見えてボスがそうでもない。ウェーブマンステージのシューティングステージが嫌い。ジャイロマンもいけると思うけどな。ナパームマンは接近戦に来られたらやばい。クリスタルマンとグラビティマンは多分いける。ストーンマンもタイミングミスったらまずい。まあチャージマンが一番あれだけどな。ちょろいけどな。うわ、どうしよう、マジで。グラビティマン誰に聞いたっけ。グラビティマン誰だ。ジャイロマンか。名前的に、能力的に。どの曲がいいんだったっけな。曲がいいの確かナパームマンだったね。じゃあ、ここな。あいつが嫌なんだよな。よっしゃ。曲のいいところのイメージでいきましょう。聞いてみないとどんな曲だったか覚えてない。わかるかな。あ、違ったかな。違ったかも。あ、そう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 、この曲、そうそうそう、イントロ覚えてなかったな。あれ、もっとでかいやつじゃなかったコントロール。ジャンプの感じはちょっと、はい、ちょっといやいや遅い。こんぐらい。あつ、ちょ、一発がでかい。あ、ナイスー、ありがたい。もう8ボスクリアを目指してるので、E感とかを縛ったりはしませんね。まあちょっと過剰に稼ぐのはちょっとやんないようにしようと思いますけど。おお、確かね、ロックマンの曲をミックスというかアレンジした CD みたいなのがあって、それにこの曲も入ってるんですよね。
あ、普通にいけんの。あ、やったね。いいね。ナパムマンステージ意外と優しい。うわ、ロック。トードマンステージの時のやつだ。はい。ギリちゃんが。はい。うわ、おお、誰？あんなやついたか。危ない。はい。誘っても来ないか。あっちの方に一発は許す。危ない危ない。よく避けたね今。うわっちょ、隙間取り系のやつ。お、頭の中は武器の回復アイテムのやつ。こいつはどうやってここに来たんだろう。転送装置でもあんのかな。いい感か、イチャップをください。あ、イチャップをじゃあもらっておこう。あ、だいぶミサイル。顔面だっけ。こいつもまあまあ嫌い。画面外に行くと消えんのか、こいつ。あ、チャージストがちゃんと当たれば、そうでもないね。あ、N、 あ、なんだっけこれ。あ、あれか、やつをあれするためのあれか。おお、ちょっと待って、イチャップ出すぎじゃない。ちょ、イチャップ出すぎじゃない。もう6機ぐらいあるでしょこれ。おおお、まあ歴代ロックマン、ロックマンは難しいゲームだよっていう評判があったりするものの、このロックマン5はね、難易度は下から数えた方が早いというか、だいぶ優しめのゲームですね。おいおいおい、点滅利用してドーン。あ、そっ、あんのーん。めっちゃ1アップガバイじゃん。なんかサービス精神の塊じゃん。何すんの、熱い顔が腹立つな。2個は出てこないシステム。1アップたくさんくれるのはありがたいんだけどさ、ちょっと回復くんないっていう。2個は同時に出ないシステムでしょ、さすがに。ボス戦を覚えてないんだよね、ナパームマン。ずっとだけどナパームマンが言いにくいんだよね、なんか。さあ、これノーダメージ勝ちゃいいんだろ。あ、無理。伝統芸。言うだけタダだからね。うわ、2つは取り越せないか。うわ、それが嫌い。バーン。あの大ジャンプの見極めだな。ああ、遠距離中距離、大ジャンプの時にあの焦らずに、あれなんだっけ、スライディングでちゃんとくぐらないといけない。あと5機もあんじゃん。これ一発食らうね絶対。しかし貴様の動きはもう見切った。嘘です、ごめん。あ、右田っぽい、右田っぽい、あ、つい、ごめん。当てるタイミングがないな、これ。ちょ、そんなに難しい動きはしてないのは分かってんだけどね、こいつ。あと少し、あーあっ、ちょっとダメ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 、そんな難しくないんだけどな。
振り向いてチョンができない。稼いだ分の残給ねえ、あと なぜかこうチャージが始まらない。なるほど、誘えばいいのか。で、やだね。にゃー、やばい、ここで終わるかも。やばい。やばい、やばい。あと何期。キャー。あ、ちょっと大ジャンプしないの。よしよし、いいよいいよ。よしよし、いいよ。大ジャンプするでしょ。ちょ待って、ちょ待って。コントローラーをすげえギューって握ってる今。よしよし、いいよいいよ。さらばだ。完全に見切ったね。まあこんだけやりゃね。ああ焦った。あ、ここで見せてくれるんだっけ確か。あ、この色いいよね。ユーゴとナパームボム使いにくいよね。あ、見せてくんないねこれね。えとステージセレクト、さあこれが誰に聞くのか知らないんだよね。クリスタルガンだったかな。ウェーブマンとか言ってたけど、ウェーブマンには聞かないだろうから、まあいいや。落ちる危険あるけど、グラビティマン行こうかな。ちょっと面白ステージ。じゃあグラビティマン行きます。ちょっと特殊な、ね、面白ステージ。背景の矢印の方に向かって重力が働いておりますというステージ。何を言ってるんだってわからない方もいると思いますけど、見たことない人、こうやって重力が反転するという不思議ステージ。だからこうしこうだな。で、はしごの上に立って、つい、やばい、バーブー。まあ、あんだけ稼いだからいいか。あ、これ、ギミック。あ、これ壊れないんだ。こうか。上下がちょっと頭がこんがらがるステージですね。あの、チャップさえ取っておけばなってなるのかな。あ、でもドロップするアイテムは下向きに落ちるんだ。あと、こんな曲だったっけ。全然覚えがない。怖っ。あ、おおおお、武器回復アイテムがめっちゃ出る。欲しいけどな、欲しいけど取れるかな。出番だぞコイル。今回のコイルは一緒に飛びます。だから2段ジャンプみたいな感じになりますかね。2段ジャンプ、3段ジャンプかな。いや、2段ジャンプでやってるか。お、出た。ナムド3回ケチ。お、あー意地悪。ラッシュコイルをうまくすればうまいこといったかな。よしよし。まあ、この回でどうかな。ビート？ビート？ビートか。
を全部集めるのはちょっと無理っぽいけどな。どこにあるを把握したいんだよな。てかウェーブ版ステージがめんどくさいんだよな。出た。危なっ。はい、怖いなこれ。キャッ。あ、でもステージ自体はそんな長くないね。というわけでグラビティマンです。あ、最初がこっちからなんだ。で、で、こんなん難しかったっけ？こんなんめんどくさかったっけ？タイヤだけこんなダメージ食らったっけ。肩パッドがすごいからね。敵のから受けるダメージと同時にそのバスターを離した時にあのこっちがバスターがなんかこうキャンセルされる。あっ、危な。直接ヒットさえ防げばな、そんなに。いや、だもう。あー、しまった、危な。さあ、あと1機2機まだあるよね。うわ、あと1機か。ちょっといい感がを使うことが頭によぎっております。もうちょっと楽だと思ったけどな。危なあ、直接ひらめはきつい。この弾を置いてくる感じのね、あの戦い方ができればっていうところなんで。ああ、一旦距離取れ、危なっ。よし、あと一発。なあ、ふな、あー、すぐ蹴れたと思ったのに今の。よし、いい感使おう。ラスト一機。うそ、こいつにやられるの長いやだ。いい勝負しちゃってんな。はあ、てか敵の方もこのさ重力反転の動きを使いこなしてないよ。よし。今出れたね。ふう、なんとか2体倒しましたよ。これは8ボスは無理だな。このグラビティホールドが効きそうな相手に逃げますかね。ジャイロマンだな。チャージマンも行きたいけどな。チャージマンでもボスが、あ、でもボスたまに強いからな。
ボスは大体勝てそうな気がするけどね。まあでも残機なしでいくとあれだな。まあジャイロマン行きましょう。ジャイロマンステージ覚えてない。でも多分落下ステージだよな。ジャイロマン、あ、なんか爽やか、なんかある？なんもないらしい。こういうとこなんかあったりするからね。まあ、おうおう、エレベーター、どっち？まあ右でしょ。あ、ちょ待って、バカ、びっくりした、いきなり落としにかかったかと思った。やめて、ちょっちゅう、お前嫌い。ちょっと悲しげ音楽ステージだね、ここは。ちょっと明るさの中に悲しげのを感じそうな。怖いなぁ、なんか熱っ。そう、こっちの弾の当たらない高さに来るのはなしだと思った。なんか落とせや。はい、危なっ。ダメージも割と危ない。マジで武器の回復しか落とさない。ちょっとあと1回だけ。稼ぎプレイみたいなことはしない。ああ、ありがとう。稼ぎプレイみたいなことは しないよとは。おー、ありがとう。分かってんじゃん、分かってんじゃん。稼ぎプレイみたいなことはしないよとは言いつつ、ちょっとラスト1機ぐらいは粘らせてほしい的なことを言おうと思ったらこれで。あ、これチャージ中食らうとキャンセルされるんだっけ、チャージ。あ、いや、すまんね、なんか。ここで死ぬかもしれない。この足場にやられて死ぬかもしれない。どんなんだっけ、どんなルールの足場だっけこれ。あ、上に上がるか、上に上がってストーンか。あ、そうそう、この回転モーションね。あの回転モーションによって普段は見ることができないロックマンの後ろ姿や前の姿、正面姿を見ることができるぞっていうやつですね。どんな意地悪してるの？なんもないんかい。痛い。前作までいたビッグアイのがこういう形になりましたみたいな感じか。今のロックマン X だったら、あの床に穴開けすよね。やっぱりね。ちょ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 、ちょっと待って、そうっす。何やろう。どっから？直前から？あ、優しい。まあ一応ね。1アップはさっき何個かもらったから一応ね。今取ったことになるでしょ。で、あと何機あんの？あと2機あんの？よし。今じゃないんだなっていう時に回復出るよね、やっぱ。ちょ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 、こ、危なっ。すげえコントローラー持つ手が震える。震える、危なっ。いつも言うよね、このトゲ投げてくれば強いんじゃないってね。
よし。どんな意地悪してくるの？なんもないか。危ない。ボスは見えないとこからヒューンってくるっていうドリルマンのなんか空中タイプみたいな動きにしてきた気がする。痛い。回復をください。回復あわゆくは1アップをください。あと2機だったっけ。2機か。いい考え、意外と1個しかまだ持ってないね。あれ、もしかして、もしかして、お前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 もしかして、危な、危な、今投げられてたら終わりだから、あ、まずっしまった。角によるとこうなるか。あ、危うくノーダメージ撃破できるとこでしたよ。今最後の1ダメージしか食らってないもん。さあ、こいつは弱いのか、それともあのただ今のは出れただけなのか、どっちでしょう。いた。あ、ちょっと待って。あ、しまった。広い方に、広い方に行かないと。熱い、しまった。よっしゃー、またあと一発。ちょちょちょ、危ない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 危ねー。あと一発食らったら死んでた。危ねー。3体目か。そう、グラビティ使わなかったね。存在を忘れてる。あ、ラッシュジェットももらったじゃん。このジャイルパーツを使ってラッシュジェットのその、あ、プロペラ、あ、ジェットだからプロペラと違そうだけど。さあ、まあチャージマンかな。チャージマン、あ、でもクリスタルマンも防がたいな。まあチャージマンクリアしたら次クリスタルマン行こうか。そうね、あのいつも言うけどアイシールド21、ワンパンマンなどを書かれている、書かれた村田先生の投稿された作品がクリスタルマンだね。毎回言うけどね、これ。書かれてるって言うとあれか、作画担当って言ったら、おい、チャップナイスじゃない。お、チャージマンか。そこ落ちたら死ぬのかな。おお、何、優しいじゃない。もうメットル対策はね、あの一発は食らっていいとみなす。え、あいつ一発だな、あの方、あの硬そうな見た目で。あ、まだ無限稼ぎ。そうないことは、ああ、いいかもですね。鶏だけどかもですね。ああ、いいねー。やっぱあとね、この今日のワンコンティニューの何かを祝福してるかのようにこうね出してくれるね。
364回まで重ねてきたこの今日のワンコンティニュー、何かを祝福してくれる。うわー、もう飛ぶの。危ない。あ、こいつ当たらないんだ、普通のパスタ。おお、いい高さ。えい。めっちゃ稼がしてくれるじゃん。そんなには出さない。バットン、あ、バットン弾出すタイプはいるんだ。まあ、正確にはバットンじゃないです。おお、どうしちゃったの君たち。で、ロッキー、もうロッキーあんじゃん。やばー、この左とか何かあんのかなとか気になるけど、まあ何もないんだよね、確かに。ラッシュジェットで行こうと思えば行けるけど、何もないんだよね、確かに。そうだったら、これあのスタートの時に1990何年何月とか言わなかったね。多分92年だったっけ、これって。まあ年一ぐらいのペースで出てますけど、まあロックマン5が出てる時はもうすでにスーパーファミコン出てましたね、確かに。だったっけな、ロックマン X よりはでも早いんだったっけな、こっちの方が。先に出たんだったっけな。さあ、うまくいけば一発で倒せるけどな、そううまくいかないか。無計画に歩いていくのが一番めんどくさいんだ、こいつ。こう何も考えずに歩いてくるこのモーションが一番こいつめんどくさいんだよね。あ、上飛び越えられたっけな。あ、飛び越えられるか。じゃあそうでもないか。じゃあそうでもない。じゃあお前それやめろ。この着地を狙って突進してくるとかされるとめんどくさい。にゃー、よしよし、楽しいやつだったぜ。このチャージキックが誰に効くかとか知らないんだよな。ある意味弱点武器とかがあまりこう浸透してないようなイメージがある、このゲームは。でね、これあの弱点武器、特殊武器縛るつもりは一切ないですからね、私は。ただついケチって使わないってだけで。じゃあクリスタルマン行きましょう。クリスタルマン行って、ストーンマン行って、ウェーブマンとスターマン、どっちかどっちかな。なんとなくスターマンが最後ってイメージが、なんとなく4だったらリングマンが最後ってイメージが、なんとなく。楽しいやつや。頭を倒すと足も倒れます。足だけ先に倒すと弾が暴れます。こうやって、あ、でもこの曲なんかロックマン5っぽいな。うわ、出たよ。ここだ、ここだから嫌いな位置。別に法則ないんだよ、これね。
1、2、3の次はこの間の運転で、1、2、3の次は、あー来るのかい。だから嫌いさ。ダストマンステージとクリスタルマンステージ、なんか共通してるね、これ。あの、穴に落としてくる、湧いてくるやつがいる。おー、ありがとう。大好き。あれ、バリア系能力でいけたっけな。じゃあ、スターマンでくればもしかして、落ちてくるクリスタル避けられんのかな。5の能力でバリア系だったら多分スターだよね。 5! うわうわ、もうこういうの嫌い。危な、6来たね今。危な。あー怖い。危ない。嫌いだここ。ナイスエディ。いい勘をください。あ、1アップもよかったな。あ、でもいい勘だな。いい勘をください。次1アップ出たら1アップを普通に取ります。それ以外は取らないです。1アップかいい勘だけ取ります。あー、取るか。ありがとう。お、クリスタル城。隙が少ないんだよね。もう、合わせ技。怖いなぁ、嫌いだなぁ。よっしゃぁ、怖い。おー、まあでも取れないか。あれは取る手段はないな。おうおうおう。あ、フォーで見たやつ。じゃ。お、いい感が普通にあるじゃない。優しいね。トリキシャ、クリスタルを磨く機械。お、M 缶ある。珍しい。M 缶なんだったっけね。武器、あれ？そっか。これもう一回ジャンプしなきゃいけない。要はラストエリクサーだったっけ。全部回復、全部回復だったっけ？ M 缶って。それとも体力と今選んでる武器、あーん！体力と今選んでる武器を回復だったっけ？というわけで見事5を取り逃しました。あった！あれは知らなきゃ取り逃せる。
毎回相手してもらえると思わないの。ちなみに6期か。こいつはこいつストーンマンじゃなかったっけな、弱点。まあでもナパームあたり試してみようかな。ちょっといろいろ試してみましょう、せっかくだから。1ダメージ。お、ジャイロっぽいね。ジャイロップはですね、1回だけあの武器の向きを変えることができます。よし、ジャイロでしたね。知らなんだ。ちょっとチャージショット、ノーマル縛りでやろうとすると大変だったかな。まあ特殊武器縛りか。ユーゴとクリスタルアイ、このゲームってさ、途中で抜けられたっけ、ステージ。まあいいか、危ね。あ、でもあと3面あるからいいか。そのあのロックマン5のロゴを取り逃してるなと思うんで、まあいいや。ストーンマンに対してクリスタルだったっけな、なんかあったなと思ったんだけど。おーおーおお、チビメットール。こいつも何回チャップ落とすんじゃない、もしかして。お、大回復いいね。あ、当たった。なんかいわゆるガッツマン系のやつだよね、ドクター・ワイリーお気に入りの。ちょっとめんどくさい。グラビティホールドはあの空中に重力を操る、特殊武器なので、空中にいる敵を一掃できるという能力です。まあその代わり回復アイテムとかは出てこないんですよ、吹っ飛ばすだけなんで。なんかああやってこういうちょっと面倒くさい時は使うがよし。地面にいるやつには何の効果もないんですけどね。これ空中にいて邪魔なやつを弾くときに。メットル邪魔いな、相変わらず。ロックマンを代表する、まあ、雑魚的というかやられ役というかっていうイメージやけど、まあ、毎回ちゃんと邪魔い、お邪魔虫としての役割はちゃんと全うしてる。ダイン。
お互いに当たらない位置。黄色は何？赤と一緒か。あ、止まった。赤かなっていうタイミングで開かなかった。お、これは普通にいけんのか。なんだ、こっちか。ロックマン X のそのなんか怪しいとこ探しましょうサーチっていうヘッドパーツがいるかと思った。あれ2だったっけ X。他何で使うねんって言うてた。トーン、あれ、よっしゃ、ナイス。復活すんだよね、足場復活すんだよね、よかった。怖い。言うてまあいいか、まだ使ってないけど。あー、しまった、あー、しまった。取らなきゃいいのか。復活する、よしよし。あ、ナイス、いただこうじゃないか。 E 缶4 M 缶1、で残機6。いいね、8バスいけるかもな。最初誰選んだっけ。最初のボスでボロボロに負けた、あのやられた時はどうなることかと思ったけど。ナパームマンか最初か。さあ、なんだかんだでボスですよ。ガッツマン、でもそんなにルールは複雑じゃなかったよね。いた、バスターだけでいけるかもな。ノーモーションでもうジャンプしてる、うん、あった。すげえはしゃぐな。あ、しまった、ごめん。あぶない。三段ジャンプだけじゃなくてノーモーションでもやってるよね。あ、えい。もうちょっと厄介だと思ってたけど、ストーンマン意外と楽勝でした。ラッシュなんちゃらってまだパワーストーン。ほう、あれ、ストーンマンのとこってロゴもあったっけ。まあいいか。じゃあストーンマン行くか。じゃあスターマン行くか。スターマンどう開けて、重力が軽いステージだったっけな。
あーだね、水中ステージみたいにこう重力が軽いステージだ。おーおーおーおおお、メテオパワーをメテオに、キャーキャー、あ、下か、すげえデブリがすげえ。でもね、このステージはこの重力をが軽いこといいとこ、いいことに、あのトゲにぶち当ててこようぜステージだよね。まあロックマンワールド2だっけ、ゲームボーイのね、あれでドクターはいい、確か宇宙に逃げますもんね、最終的にね。まあ、その宇宙に逃げたドクター・ワイリーが最後どうなるかはちょっとおのおのの目で、ね、確かめてみてくれだとっていうとは思いますけど。そう、スペース、スペースメットール、ちゃんと宇宙船の宇宙服の中でもメットをかぶるという安全さ。ちょっと一旦 ダメージをくれ。よし、ありがとう。ダメージをくれ。よし。よし、ダメージをくれ。もういらん。熱い。しまった。いや、今、ダメージをくらってトゲのところをやり過ごすっていうね、とても賢いやり方をやったんですけど、ダメージ管理の方してないっていうザルさ。でも結果、熱い。今言いかけたことは結果ね、トゲには当たってないから別にダメージなしでいけばいいやって言おうとしたらあれで、まあ言い終わらないうちにあれで、もう嫌い。パワーストーン、都合のいい時だけダメージをくれ。よし、よし、でここでパワーストーン当たらない、ちょ、当て当て、当たらな、よし、喉が渇いた、いい顔飲もう。いい感ってこのぐらいね、雑に使わないとやっぱ、ね、生産者に失礼ですから、ね、だ、やっぱこのステージはその個数が強いステージじゃなくて、このステージがめんどくさいステージだよ、ね、確かに。あ、ナイス、1アップ。おうおうおう、いたね、こんなやつ。レアキャラ。いや、ちゃんと撃ってほしいぜ。なんかメットールさ、ちゃんと一発で死ぬところが偉いよね。ぶなっ。ダメージを食らいに行けば取りに行けたかもしれんけど、いいや、だ、ナイス。さあ、ノーダメージでいけるかな、そんな虫のいい話じゃないかな。あ、結構な時間やってるね。
あれ？お前ずるいぞお前ずるいぞお前お前ずるいぞお前ずるいぞそれバリアを解かないのはずるいぞお前そりゃ一生そのままが強いわああ上にトゲがあるわけじゃないから大ジャンプしていいのかだあまあ実は強そうに見えてそうでもないんだよトリッキーなことはしてこないし、ね、はいよしさあウェーブマンかユーゴスタークラッシュ&あっやっここでかスーパーアロースーパーアローってこうやって手に入るんだウェーブワンじゃあいきなりギミックが落としいギミックが嫌だないきなりおおナイスあの歯車を壊す手段あったっけなナパームかなまたうわーあったねこれ覚えてないわ消えるんだけ勝手にか動かない限り消えないかあー別にそんなでもなかった危なさあこっからですよ私の嫌いなのこれが嫌いなんだよねおナイスジャップ大好き何嫌いって言うと出れるその甘やかし方やめた方がいい。なんかボスとかいたっけ？なんかタコかなんかクラーケンみたいなタコニュードンみたいないなかったっけ？ほらお前のこと。あん。回復良くないかな。よし。回復落としてくんない？ねえねえ
った。ほらね。さっき1アップもらったから許してやろう。まだこっからなんだよね。やだわよっしゃ。で、この途中にあるあれロゴ大体取り逃すんだよね。散々ここに車でチャージバスターダイオリでやってたのに、このここに乗ってる間チャージショットを使えない、使えない、もう使えない。忙しいな。回復を、よし、ナイス。そろそろ来る？そろそろ来る？そろそろ来る？そう、ほら逃した。ほら逃した、もう。なんでなのかね、もう。ちょっと、ちょ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 。ふぅ。なんとかクリアしましたよ。じゃあボスで、あ、弱点武器が何なのか相変わらず分かってないですが、行きましょう。ウェーブマン、どんなだったっけ。基本的に、うわっそ、ここですか、パターン。うわ、やばい、嫌い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 、こいつ、こいつの動き嫌い。あと何機あるんだったっけ。あと5、6機ぐらいはあったっけな。さっき1アップ1もらったもん。あ、4か。まあ、この中に弱点武器があるのは間違いないんだよね、でもね。一応ね、いろいろ試すか？ボムかな？最初にもらった武器がもしかすると、そのまま有効かもしれない。さあ、どうだ？違うらしい。違うっぽいね。弱点武器使うとする、弱点武器を使うことに武器が取られてさ、これなんだ、めっちゃ効くじゃん。チャージキックが活躍するの初めて見たかもしれない。はい、チャージキックでした。というわけで、あれ、今、今、その、ビートマークがどんぐらい集まってるかが見たい。うわー、とりあえずクリスタルとはどこだ？今のところウェーブワンステージで取り逃してるのは覚えてる。ウォーターウェーブ。パワーウェーブ。一旦コンティニュー選ぶよ。これ、脱出できたよね、確かね。おお、 C どこだったの。あ、 C、 じゃあ見てもいいんだけどね。あ、間違えた。あ、そしてダッシュ、ステージダッシュできないじゃん。わあ、しまったな。雑に M 缶を使いました、今間違えて。まあ、どうせ使わないからいいんですけど、その縛るって意味じゃなくて、もったいなくて使わないからいいんですけど、ステージ脱出ができるのはあれか、X からか。確か6でもできたような気もするけどね。痛い。あ、一応初見の人が引っかかりそうなトラップがあったとして、これ2回、1回クリアしたから2回目じゃないですか。
何度でも食らえますからね。関係ない。というわけで、ロックマン5のあのロゴを集めると、ね、あの、心強い仲間、ビート君が仲間になるやつは、このワンプレイで、取り逃したら諦めます。というわけで、ビート君の勇姿は君の目で確かめてみるんです。基本的にそんな役に立たないんですけど、ただ、ね、最後の最後で、ね、役に立つ時があるのかなって、あんま覚えてないけど、うっすらしか覚えてない。絶対あのここのやつの毎回逃すんだよね。探せば YouTube で多分自分がロックマン5クリアした時の動画出てくると思いますけど、あの生放送で多分その時は逃して何回かやってる。あっだろあんなボケ。はーい花火。もうクリアしてないとボスステージ嫌いのめんどくせえな。とりあえず8ボスは無事倒したからね。あのワイリーじゃない、誰っけ、ブルースの待つ根城へちょっと行かないといけない。タコボスを倒してからなんかこの敵の何数が増えるというか攻撃がちょっとエグくなる。1レベル。まあでも心あるってのは分かってるのは、心落ち着ければ別に何のね、恐れることもないはず。ただその場所に来たら、ね、ジャンプをするだけの話。この辺か。ちょっとこの辺にジャンプポジショニングをして、見えてきたらちゃんとそれに合わせてジャンプをする。はい、これ、よしよし。今のは取れないっていうフリだったんだけどね。取り逃すためのフリだったんだけど、ちゃんと取れましたね。取り逃すためのフリっていう、ね、通常世界では存在しないワード。よしよし。よし、じゃあ、ブルースステージ行きますか。わあ、立派なお城を建てましたね。4面ぐらいクリアすればいいのか。楽勝だな。あ、この曲聞いたことある。あれ、これオープニングの曲こんなんだったっけ。まあ、さっきチラッと言ったその何だっけ、アレンジミュージック CD みたいなやつにこれもの ありますね。あー、しまった。痛い
いや手強いぜ。結構ギリジャンをキューにさせるようになるね。危ない。こっちの弾が当てにくいところにちょうどポジショニングする。このトラが当たった時のダメージはでかいんだよね。ほら、ナイスイッチアップ。あっと、よいしょ。同じ手は食わないぞ。まあ、まぐれだけど。まあ、このトゲもあれよね、ダメージでかいね。じゃあスーパーアロー、9番足場くんです。どうしようかな。イエーイ。回復させ、武器の回復させたいところにカーソルちゃんと持っていかないと、その、能力は回復してくれないっていうですね。後の作品では当たり前に、その、やってくれることを、これでは行わないです。待って！と、このようにですね、ちょっとアローに乗るときにはちょっとタイミング、こっからかい！遠いなぁ。ぶっつけ本番でアローを使おうとしたのは間違いだな。素直にラッシュジェットを選んだけど。結構長めの動画になりますな、今回。危ない。まずいな。残機は4、まあ4あるのか。間違えた。ダーン。いきなりなんか難易度を爆上がりした感じがする。あとまあ俺は今までのやつもそうだけど、8ボス最初の8ボスステージの時は普通に、まあ、進めるようになってる、進められるようになってるけど、ナイス！この、8ボスを倒した後ステージ、まあ、今回ブルーズステージか、からはその、なんだ、ゲットした能力をちゃんと使わないと先進めないよっていう作りになったわけですね。まあ、だからそれ、ラッシュジェットだったり、スーパーアローだったりなんですけど。あれ？壁際すぎた。あー、アイテムもうないか、ケチ。
飛べるよね。よし、アローの上に乗ってビューは狙わない方がいいかもな、もしかすると。さっきのことを差し置いても6番4 の、 あのラッシュマリーンは使いどころなかったけど、あ、ここ何かいたっけ、ガシャンガシャンガ、あ、やっぱりね、あ、プエン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 、うわ嫌い、やっぱ出てくるのね、これ下がトゲじゃなきゃいいんだけどな。これ逃し、やり損ねたらどっからスタートかね。まあ物は試したよね。とー、よし、やっぱ文明の力は使わないと。よし、ラッシュコイル燃費悪、何こいつ、なんだこいつ、硬い、なんだろう、インチキしたら出てくるやつ、別に何をしてくるわけでもない。こんなやついたっけ、まあ、さてこっからは何も覚えてないと。わっ、懐かしい、なんか懐かしい。ロックマン過ぎあたりの時いなかったっけ、これ。あれ普通に倒せそうだけど、普通に倒されました。ストーキングマシンか、なんだこいつ。よし、あと何機やんだこれ。さすがにあのクリアまでとは思ってないんだけど、なんか上に登るステージがあるっぽいな。あ、と思ったら最初から上に登らさせられた。 M 感がある。あー、近いのか、一応もらっとくか、縁起物だし。やっていくね。こうか。
壁の中にいる。ラッシュコイルをめっちゃ使う。あ、めっちゃ使っちゃうな。アローでもこと足りるの。なんでこんなところ。いいね。え、このために出てくるの？武器の回復のためにこの子たちは出てくるの？なんでけなげな。めっちゃ食らうのこれ。わあ、しまった。単純なコントロールでやられた。こっから、うわ、頭から。さすがにもったいないか。あ、なるほど、アローはトラップとしても使えるんだな。使いすぎた。また武器の回復落としてくれるかなと思って雑に使いすぎた。まあ、大丈夫だ。やっぱロックマンで残機が解ける要素といえばこれだよな。トゲと穴だよな。ナイス。こいつが地味に2発っていう。で、そして地味に2発だし当てづらい。あ、怖い。当てろ当てろ。あ、怖い。インスタル上3連発。時間が長いんだよね。
雪の回復か、何回もやったっけ、あるわ。よし、よしよし。ね。あ、ちょ待って、あ。どっからよ、どっからよ。ちょっと躊躇しただけで、ちょっと判断ミスっただけでこれだもんな、この仕打ちだもんな。他の作品と比べてそのあれ、そのサポートアイテムの燃費が良くないですね。そのコイルなりアローなり。いやー、残機が解けるね。うそー。まあやられるときはこんなもんだよね。せめてボスで散りたかったと思うけど、まあ大体道中の穴やらね、トゲで死ぬんだよね。それがロックマン。そうなのかどうかわかんないけど。はい、というわけで本日お送りしてきましたね、今日のワンコンティニューは、大体第364日目、あと1日ですね。は、ここまででした。というわけで、お疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。さようなら。